リノはアメリカ合衆国ネバダ州北西部に位置する商業、観光都市。人口は19万8300人で、州内の規模はラスベガスに次ぐ。また、ラスベガスと共にカジノシティとしても名高く、共に古くは鉱物の集産地として栄えた都市である。街の愛称はザビッケストリトルシティ・イン・ザ・ワールドであり、この名称は1929年に名付けられたもので、ある。 使命は南北戦争で戦死した英雄ジェシー・リー・リノにちなむ。一攫千金のためカリフォルニアを目指した者らが1858年に定住。翌年には近辺で金や銀が再興され大いに潤った。1868年にはセントラルパシフィック鉄道の開通により拠点都市として発展した。20世紀になってからは資源の減少などから工業は縮小し、 至る部分に廃墟が見られるようになりも、なお、世界第3位、米国最大の金の産出地として存在感を呈していた。資源枯渇などで工業に、陰りが見られると、1930年代に離婚手続きに関する州法が改定された。これにより、6週間滞在すれば、相手の同意なしに離婚できるようになったため、離婚希望者が押しかけて、離婚の街として知られるようになった。 現在でも、ゴーツーレノは、離婚するという意味で使われる。1957年には、天然ガスの爆発事故発生により、市街地は甚大な被害を受ける。その後、リノが本格的に発展を遂げたのは1980年代、ネバダ州における、インディアンカジノの規制緩和に橋を発するカジノの発展である。後に、 州内では、ラスベガスに次ぐカジノの名所としても知られるようになり、市内ダウンタウンのゲートウェイであった、リノアーチはいつしかカジノシティのシンボルにもなった。一方で、周辺に広がるシエラネバダ山脈の観光拠点としても発展を見せている。リノのダウンタウンリノは、シエラネバダ山脈西端のグレートベースンに位置する。東海山脈の谷間に位置するが海抜高度は、 約1300メートルとかなり高地にある。欠片の気候区分では砂漠気候である。山脈の雨影に当たるため、降水量が少なく、特に夏季は高温かつ乾燥する。また、比較差が大きいのも特徴であり、聖火でも朝晩は摂氏10度を下回ることもある。この都市へのアクセスは、リノタホ国際空港が一般的である。この空港を拠点とする、 リノエアーという航空会社がかつては存在した。また、サンフランシスコよりインターステート85を4から5時間ほど東に走行してシエラネバダ山脈を越えるとリノ市に到達する。周囲は眺望に優れるためドライブ、ツアーの名所となっている。旅客列車はアムトラックのカリフォルニアゼファー号が毎日1往復ダウンタウンのリノ駅に停車する。 ネバダ大学理の校があり、学術都市としての一面も見せている。毎年9月には飛行機によるレース、リノエアレースが行われることでも知られている。2011年9月16日は悲惨な空中衝突で観客死亡事故も起こっている。2018年東京オリンピック開催地に立候補する意向を示していたが、アメリカオリンピック委員会が2016年の夏季オリンピックで シカゴが立候補していることもあり、直後のアメリカの立候補は印象が薄れることを恐れたため、2022年の東急オリンピックまでは立候補を見送る意向を示したため、立候補は却下となった。2006年から2008年まではゴールデンベースボールリーグのリノシルバーソックスが本拠地を置いていた。2009年から MLB のアリゾナダイヤモンドバックス参加。 トリプル A のリノエーシズが本拠地として使用している。姉妹とした方、ありがとうございます。